島根一区っていうのはもう本当に自民党王国そこでまあ黒星がつくわけですからこれはかなり衝撃的今回島根で分かったことは野党が勝つには二つ条件というか方程式があって岸田卸はその総裁選で間違いなく起きるだと今野さんよろししくお願いいますはよろしくお願いします。 えー、衆院の3つの補選で自民党が候補を立てられなかった2つの選挙区に加えて、えっと、唯一立てた島根でも敗れましたから補選全敗ということなんですがです、ね、結果をどのように見てますか、はいそうですね、これなんで全敗かって <coughs> 補欠選挙そもそも3つあったわけですよね。島根 <coughs> 東京えま、ー、あ国と長崎区かな、はいでまあ元2つは先輩敗だったからこの島根一区に全ての,あの自民党の一勝できるかどうか全敗するか。 一勝で負け越しだけど一勝できるかかかってたわけですけどまあ,あの及ばずというか勝てなかったということでこれはやっぱり補欠選挙とはいえどですね衆議院選挙ですね3つともあの当然これはあの岸田政権の,この今後の政権部にも強く影響していきますし25日の日には午前中なんですけどねあの岸田総理の最側近といわれる木原誠治幹事長代理 この方がですねある自民党の会合あ,のある自民党の人の、まあ、朝の政形セミナーみたいなところに行って、あのー、こういう発言をしたんですよ。これそのまま読み上げますと「今自民党で <laughs> 非常に厳しい状況でありますと」と「政権交代が起こってもおかしくない状況であろうと思う」と「もう最早期はまあ政権交代が起こってもおかしくない状況が今の政治状況だ」と言ってんです、ね、これがあの25だから3日前補欠選挙の3日前の状況でもうこういうことを言っていた。だからある意味全敗をもう 自民党のそういう岸田さんとか岸田総理でその周りの人は織り込んでいたところもなくはないんでしょうけど、そうは言ってもこれ相当強い影響を与えるので、まあこれ詳しくはですね、じゃどうなっていくのかっていうのはまたちょっと後半というかね、話を中でまた話していければと思います。はい。そもそもなんですけども、うん、東京15区と長崎3区は、はい、自民はなぜ候補を立てら立てなかったんでしょうか。あそこですよね。まずね、これは立てなかったじゃあ立てられなかったっていうことになるんですけど、えー、どっちか行きましょう。まず簡単に長崎3区。 こちらはまあ非常に自民党というか保守というか自民党が強い選挙区だったんですけどえ谷川八一さんってですね前の自民党の,この補欠選挙のきっかけになった あの前任の方が議員辞職してるんですよねこれはまああの今問題になっている裏金問題裏金事件とも言い方しますけど自民党派閥の政治資金パーティーに絡む裏金事件でですね実際そのかなりの金額の不記載があったということであの議員辞職をしてあの立憲もされてるので谷川八一さんという方まあやはり前任者がですね立件されてあの裏金事件でやはり議員辞職してるとなるとなかなかその後任を立てづらいってあったんですけどもっと大きい理由としてここを 選挙区がなくなくっちゃうんですよ今補欠選挙だからやってるんですけど長崎って今 4, 4つある選挙が3つに変わるんですよね次から。今10増10減っていってあの1票の格差を日本全国減らすために都市部の選挙区を増やして東京は 5, 5つぐらい選挙区増えるんですよね。であの東京地方の方とか人口が少なくなったり加速化しているところなどはやはりあの1票の格差が都市部増えて地方減るとどん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 今の同じ選挙区割りだと。 1>, あの1票の格差が出ちゃうってことでそれを調整するために都市部を増やしてあの地方を減らすってことをやってその煽りを受けてですね長崎は今選挙が1個減ってしまうその減る選挙区は今今回の長崎3区が主なあの範囲なんですよね。でそうするると自民党は <laughs> もう長崎他全部いるので この方は仮に自民党が長崎出して長崎3区当選しても次の選挙の時に行き場所がない居場所がなくなっちゃうということで、まあ、それも大きな見送る理由なんで、まあ、政治と金で見送ったという方もできるけど、まあ、大きな理由としては2つあってそのもう1つとしてそのあの選挙区減っちゃうこともあったって長崎3区でもう1つこの東京15区こっちはですねあのもう今9人が出て非常にあの9人出てるけど自民党が出てない。 まあ政権与党が衆議院選挙っていうね首相を決めるあの,のにつながる選挙にの補欠とは,選挙とはですねまあ公認校を立てれないっていうのは異例中の異例なんですけどまあ東京15区に関してもあの今回の裏金事件とはまた違うんですけど今回辞職された柿澤水戸さんとその前任の方もですね2代続けて自民党で公認。柿沢水戸さんはあの 自民党でなかったけど受かってから追加で公認して自民党入るんですけどね、まあ、少なくとも自民党印だった人が2人ですね続けてあの政治とお金にまつわる問題であの議員辞職をしての補欠今回補欠選挙なんでちょっと立てづらかったで、えー、裏で事件とかで自民党の支持率とかいろいろ落ちてるいろいろ要素あるんですけどそれに加えて小池百合子都知事東京都知事7月に都知事選があるんですよね。でこの方にも相乗りしよって自民党実は当時 ちょっと目論ででたんですよもう自分たちで独自で立てて負けるぐらいだったらあの不先輩だけど小池百合子さんの人気にあやかってですねあの小池百合子さんが選んだ候補に自分たちも公認は出せないけどねさすがにあの都民ファーストの会あの国政政党じゃないとえまた別のあれ団体になっちゃいますから公認は出せないけど推薦するとか支持をするとか実に応援することでそれで、まあ、小池さんが推す候補に自分たちも推薦出して勝てば一応 まあ、黒丸の負けではないと。あいのりだから、まあ、引き分けか、ちょっと小さい丸かみたいな形で、あの、勝ったことにしようとしたんですけど。あの、出した音武さんという候補を出したんですよね。その十五区の候補の方の方,の方から、自民党の政策いりませんって言われて。これだから、小池さんがどこまで考えてたかわからんないですけど、小池さんは、あの、自分で、その。 15区の候補を選んだときに自民党とです、ね、公明党のそれぞれ萩生田さんと高木洋介さんという東京都連の自民党の,あの幹部会長とあの公明党の高木さんそれぞれに自分で電話してお願いしてるんですよね。とだから自民小池さん自身は自民公明党組んでやるつもりだったと思うんですけど小、まあ、武さんの方から。 やはり今裏金事件に逆を受けている自民党の支持はない方がいいと思ったのか、そこはまあ彼の判断だったと思うんですけど、まあ、袖にされてしまうということで、それで行き場所なくなって結局、完全な不先輩になってしまうということですね、流れとしては。その2つの選挙区について分かったんですが、はい、あの唯一の与野党対決になった島根一区ですね、はい、こちらであの立憲の候補が勝利しましたね。これがだから まあ激震じゃないけど、まあ、ある程度もうね今って情勢調査とかで、ね、結構出るじゃないですかあのどっちが有利とか優位とかリードとか出るからある程度織り込みずだったとはいえまあ衝撃ですよね。というのもこの島根一区っていうのはもう本当に自民党王国って言われたんですよね、えー、1996年今の選挙制度小選挙区制度になってからあの島根全体で唯一自民党がずっと勝ち続けてきたっていうもう本当に自民党が強い竹下 昇元首相だったり青木幹雄参院のドンとやってて、ね、青木幹雄参院会長、えー、官房長官もやってましたね文チ政権の時にこういったまあ大物が出てきてですねあの前任の,その細田さんっていう方はお父さんも自民党の,その議員だったからもう60年ぐらいこの選挙区は細田さんしか書いてないとか、自民党をやってきたそれがまあ自民党王国だったわけですよね。そこで、まあ 要は黒星がつくわけですから、これはかなり衝撃的にあの受け止められてると思いますよ。はい。選挙の構図としては、うんえー、どうだったんですかね。選挙構図としては、ごめんなさいね。あのー、細田さんっていう前安倍派の会長だった方が亡くなったことの補欠選挙なんで、唯一自民党とですね、あのー、立憲民主党がここ唯一一騎打ちだった選挙区なんですよね。で、唯一一騎打ちだった選挙区で、あのー、自民党と立憲民主党 の戦いで自民党はあの元財務省のや官僚役人だった方が出てくるっていうことで、まあ、も,もちろん島根出身の方ですけどね出てを新人として擁立し、えー、立憲民主党の方は前に国民国民新党とかですね前の立憲民主党で出ていた亀井明子さんっていう元職の方の戦いだったんですけどでただこの亀井明子さんっていう方はお父様あの亀井久夫さんっていう方は自民党だったんですよね。 あの自民党がい,いろいろ優勢の時とかであって離党とかもしてるんですけど自民党だったこともあるし自民党で国土庁長官かな閣僚もやったことある方だから、まあ、非常に自民党系でであるるとも言えるんですけど選挙戦ではやっぱりあの、うん、与野党ともに相当著名な政治家が入ったりとか島根に人たちに取材で聞くとこんなにたくさん国会議員に初めてだというぐらい。 いうのはそれぐららい自民王国だったからあの細田さんの時代は本人も来なかったって言われてるんですよね本人来なくても選挙に勝ってしまうというぐらいあともう自民党には選択しないぐらいのところだったからあのそもそも選挙、まあ、そういうのもあると思うんです選挙を慣れしてないというか接戦に慣れてないというかそれぐらいあの国会議員がその応援に入るとこもないけど今回岸田首相も入りましたね総理総裁として入りましたしあの小渕優子選対委員長も入りましたし。 小泉進次郎さんとかいろいろ人気、石破茂さんも入りました、元幹事長も、もう自民党は総力戦だったと思いますねそんな中での敗退となると、かなり停滞ですね、うん、はそうですね、もうここで勝たなきゃいけなかったところで、やはりこれいう落とし方をしてしまうということですから、まあ、今後に与える影響としては非常に大きくなるなっていう形だと思いますよ、これは。はい あの3つの議席を失ったということで、うん、今後の,その岸田政権の運営への影響というのはどのように考えますか、はいいやまあ、さっき、ね、冒頭言ったようにああの計り知れないです、ね、あの衝撃をもがあると思いますけどじゃあ、すぐ岸田卸ろしになるかとかも政権交代、まあ、政権交代するには解散総選挙は必要ですけどねなるかというとなかなかちょっとそうすぐってわけにはいかないだろうなと。 連休中一応、まあ、世の中もお休みモードというか連休モードになるしみんな旅行行ったりしますよね。で岸田総理自身も岸田首相も海外に外遊で行かれるんですよ今回 OECD の会合でパリの方だったから行ってしまうしあのちょっとこう選挙戦でわってなってたけどここから連休大型連休で1週間ぐらいはまあ与野党休戦状態みたいになりますからただこれ開けると今度また大変になってきてあのじゃあ 大騒ぎになるかって言ってやっぱり岸田卸にはすぐにはならないしっていうのは結局衆議院選挙がいつあるかなんですよ。日本の総理大臣って2つ人気があるんですよねつつは自民党総裁人気でもう1つが衆議院の人気で,でこの2つの任期を見てあの考えなきゃいけないんですけどで岸田さんの任期ってあのまず総裁自民党総裁選の任期は今年9月に切れるんですよね9月に自民党総裁選がある。で衆議院の任期は来年の10月なんですよ。 そうなってくるとすぐに岸田降ろしって起きないのは今もう政治資金と裏金問題で国会もこれから与野党でガチンコでやるわけですよね。そうすると今すぐ岸田さん降ろしてやりたい人いるかっていうと結構今渦中の国になる。で私がいろいろ自民党の今の次の総理候補という人たちと話したりその側近の人たちと話しても、まあ、今じゃないよなと、うん、もうこっからしばらくはもう岸田さんにやってもらってもう政治資金とかもう 面倒なこととかこれからもさらに支持率下げたり自民党にとって大変なことはもう全部この人にかぶってもらってもう9月の総裁選が勝負だみたいな感じなんですよねだすぐになんか岸田殺しが起きるみたいにこの全敗したことによって、えー、起きるみたいな報道も見なくはないけど僕はちょっとそこを理解できないなと思っていて私が取材で聞いてる限りすぐには起きないだろうなとだからすごい定位の安定みたいなちょっと気持ち悪い状態が続く可能性があるんですよね、うん、今後に関しては。 だから政権交代っていうのもやっぱりちょっとまだ今情勢調査やるとかなり自民を落とすだろうなとやっぱり自民王国の島根でさえも自民は勝てないっていうことは分かっちゃったわけですから一方の,その野党ですけども、うん、まあ立憲民主党にとっては今後前向きになれるような結果だというふうに言えるんでしょうか。そうですねあの野党党が選挙に勝てる自民党ここをもう あれですよね2012年に自民党が政権復帰して民主党からもう自民党と公明党が組んだ選挙っていうのは本当強くて全然一強多弱とか言われてました特に安倍政権時代なんかはもうちょっとつけ入る隙がなかったようなことなんですけど今回島根で分かったことはやはり野党が勝つには2つ条件というか方程式があって今回その2つを満たした選挙だったんですよね。で何かっていうとそれは候補が一定の自民保守票も取れること。 亀明子さんって今言ったように元職で、まあ、お父さんが自民党だったこともあるから全くの,その自民党と関係ない人ではなかったっていうこともう一つがあの野党が候補一本化できることこれまでなんでこんなに自民公明に対して野党が一挙多弱って言われてたかっていうとまあこれは小選挙区って制度に 関わるんですけど自民党は候補一本化小選挙区って一人しか受からないですね一人しかか受らない選挙区に自民党は出してましてや公明党がそこに助けるためにあの自民公明連立政権ですから公明党は大体創価学会の票がどの選挙区も小選挙区だと1万から2万票あるって言われてるんですが1万から2万票は自民党に乗った状態で自民党を一本化してるのに対してあの野党はですねやはり立憲民主党。 日本維新の会国民民主党共産党ってもう2つどころか3つも4つも立てたりしてで前回千葉国補選なんかは全然この4つの野党票を立つとはるかに自民より高かったのに負ける接戦で負けるっていうぐらいまあ野党票が分裂したわけですよねでも今回みたいにあのまあ結果維新は立てられなかったんですけど、ね、島根に関しては。でも共産党は候補取り下げて立憲を応援するまあこれは立憲共産党って批判されることもあるんですけどで国民民主党も今回はまあ 一応立憲を支援するみたいな形で野党が一本化してあの保守票も取れる候補だとあのこうやって勝てるっていう自民王国でさえあのひっくり返せるってことは分かったから今後野党の課題はやはりこの野党の候補者調整なり一本化がどれだけできるのか今でも立憲民主党と日本維新の会100ぐらいの選挙区まだかぶってるんですよね。このまま行くとかなり あのリのリじゃないけど実際自民党が今非常に国民の信頼を失っていて野党への期待が高まったとしてもあの日本維新の会と立憲民主党が票を割ればこっちは自民党公明の票でしっかりと勝てるっていうような選挙区が結構出てくるかもしれないから今後野党の注目はあの候補者に調整できるかそういった選挙協力できるかどうかこれによってあの脅威になるしでこれがあんまり進むんであれば岸田総理があの6月までに衆議院を解散する可能性もなくはないわけですよ。 でこれまだ6月までに仮に全敗したのに衆議院解散しようとすればですよ、自民党の中にはもう冗談じゃないとこんなんやったらみんなあの自殺行為だと、うん、今、6月までこの全敗して支持率も20%ちょいしかない岸田総理首相のもとで衆議院の解散なんてされたらたまらないよと。 いいう方もいるんです党幹部の方もいるし党の若手とか中堅でも勘弁してくれと岸田総理で解散・総選挙だけでは戦いたくないって言ってる声が大きいんです今の党内状況とか考えるとなかなか難しいよなとそれを選ぶってことはあの仲間が下手したしら何十人とかいう単位で討、ね、ち死にする可能性があるわけですから難しいよなっていう状況でそうすると9月の自民党総裁選ここを岸田さん迎えるわけですけどここに、まあ、何もせずに迎えれば 当然1年以内にみんな衆議院の解散がある状態ですよね。にすああの2025年の10月が衆議院の任期ですから。そうすると岸田元氏はその総裁選だ間違いなく起きるなと。だ自民党総裁選が一つの今後のあの見ていくためのなんて一つのあの目印というかここに向けてあのどうなっていくのかすぐに岸田元氏はこの全敗によっては起きないけどあの自民党総裁選に向けてだってここで票数変えなかったら。 あのそのまま岸田さんで解散総選挙することになりますから続投させたらねかなり党内でもっと人気ある人にしようっていう動きが出てきてもおかしくはないってそういう状態ですね。